だだんだんんんどどんはい何が違いますかこれもあれですねだんだんとかどんどんとかとんとんとかゴンゴンとかいろんな擬擬音語擬態語態ありますよねその中の一つ大体いいねこの難易度も2ですからだいたい検定の N4 ぐ,ぐらいで出てくる問題ですね。 はい、じゃあ見てみましょう。だんだん暑くなってきましたね。だんだん暑くなってくる。どんな感じですか？暑くなるなってくるというのはおととい。昨日今日という時におとといは例えばね。一昨日は 24°c。今日は2 5度、 あ、ごめん。昨日は25度で今日は26度242526だん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 ゆっくりゆっくりという感じの意味です。だんだんんというのはねだからゆっくりゆっくりまあこんな感じかな。だだだだんだんだ、んん。じゃあ次ね「どんどん」ってどんな感じ例えば、 日本語がどんどん上手になりますね。日本語が上手になります。ね、進歩します。進歩します。上手になるって進歩という意味ね。進歩しますね。で、どんどんって言うと、もうすごい速さで。グイーンみたいな、そんな感じで。ブワーンって進歩する。 こういうい感じですなのでだんだんとどんどんの違い違いはこの変化の速さ変化の速さと言えますね。とい,い,だんだんいうのはゆっくりゆっくり一歩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 って感じ。 でどんどんというのはうわーんっていう感じですね。いい？だからもうちょっと違う例を見てみましょうか。日本語がだんだん上手になりましたとかだんだん上手になってきましたっていうのは日本語が例えばね例えば毎日新しい単語を三十個覚えましたねだん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 上手になる。 でどんどん上手になるっていうのはもう一日100個200個新しい単語を覚えてどんどん成長するどんどん進歩するそういう感じ。で逆にこっちねだんだん暑くなってきましただんだんっていうのはゆっくりゆっくり。でもどんどん暑くなってきましたねっていうのは昨日二25度今日三30度みたいなねどんどん暑くなってくるそういう感じの言い方です。 わかりましたかポイントはこれ変化の速さでした。つい、だんだんどんどん、つが、听起来はん、しゃんだ、りゃ差が、たんずだ、在なりな、だんだん就是一し、一ぶ的、慢慢的、んま的、是这样的意思。しぜんだ、いす。ついな、じんじんだ、べんじゅ、かのんし、二十五度、じんて二十六度、いどいどだ、 呃，就是，呃，变暖变热是这样的意思。那东东呢？东东是针对这个变化的速度，你的日语就是很快的进步了。ようつび就是有进步进步的意思。所以呢，担当跟东东的差异是在哪里？对，主要是针对它的变化的速度。 单单是一步一步来，渐渐的去，动动是很快的变化，是这样的意思哦。大家了解了吗？